こんにちは、超タケロスです。今日ドラクエ3リメイクの、実際のプレイ映像を見たんですけども、正直言うと、そんなに すごいっていうわけじゃないような気がするんだよ。正直言うと、俺そのドラクエ3リメイクの映像よりも、なんか昔やったプレステ2のドラクエ5の、こっちのグラの方がすごい、俺すごい驚いたっていうか、戦闘の敵の絵もすごい綺麗だし、どうしてもね、プレステ2のドラクエ5のあの、当時のインパクトに比べれば、ドラクエ3リメイクはそんなに、過大評価じゃねって思うんだよな。まだ実際やってないからわかんないんですけど、いや俺ね、ドラクエリメイクでね、成功したなって思う、作品はこの2つだね。プレステ2のドラクエ5と、ニンテンド 3DS の、ドラクエ8。まあ俺、ゼシカ推しだから、どうしてもドラクエ8リメイクをつい、ひいきしてしまうんですけど、なんて言ったってゼシカと結婚できるっていうのが、ほんとね、俺嬉しかったのよ。あの馬姫って俺どうしても好きじゃなかったから、ですね。この先さ、どんなにすごいドラクエリメイクが出てきても、正直この二つには勝てないと思うな、今後、ずっと。ご視聴ありがとうございます。